はい、どうも、桃瀬すばると申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、ルイージマンション3の続きやっていこうかなと思います。前回ちょっと配信の続きっていう感じになってるんですけど、どれこれ選ぶんだ俺。よくわかんないけど。ちょっとですね、私ちょっとこれから、例外配信っていうホラーゲームの実況やるっていうか、配信やるところなんですけど、ちょっとですね、もう怖すぎちゃって、このルイージマンションで鳴らしていこっかなってちょっと思っちゃってる節がありますね。無事終わってるんですかね。怖いんですけやど。ばやど。前回多分ね、配信でやったところまで、やったところのちょっと前まで戻ってますね。なんか、カバン取ってこいって言われて、カバンを取りに行って、なんか渡したら、なんか新しい兵器みたいなのを、なんかもらえるみたいな感じだったと思うんですよ。あ、そうそう、こういう、グーイージとかいうやつ。なんか、ちょっと、あんまり、そんな内容的に、重要でもないんで、ちょっと飛ばしながら私、口で説明しますね。これね、なんか、これガシャポンってされちゃうんですけど、かわいいね。ああ、この可愛さが欲しいわ。ホラーゲームには。こんなもんホラーゲームじゃないんでしょうね。で、なんかですね、R の長押しでなんか出せるらしくて、このグーイージとかいうやつが、柔らかい材質でできてるから、このなんか隙間抜けれるみたいな感じらしいんですよ。いや、ありがとうございます。で、なんかもう一回押し込むと、なんか、何でしたっけ？元に戻せるみたいな感じなんですけど、ここはね、ここを、試してもらいたいとかって。わしの方に？ちょっと待って、なんかね、僕ここやっちゃったんで、わかってるんですけど、なになに？歩かせてんだけど。なんか、水について死ぬみたいなのやれってことか。いや、そうなんですよ。水がなんか弱点らしくてですね。なんかこいつはちょっと悪いやつなんで、なんか、水で濡らして、ちょっと、なんか死んでくださいって言われちゃいましたね。で、なんかここを、実際は、なんかやる、みたいな。なんかですね、どっちだっけな？吸うのかな？吸うのか。そうそうそう。これで、なんか、ルイージを助けてくださいっていう話だったんですけど、ちょっと待って。押し込んだままやってくださいって言われてましたね。全然やったのに覚えてなかったわ。で、なんだっけ？切り替えんの。ちげえ。押し込むのか。全然ダメだ。覚えてねえ。この後のホラーゲームちょっと怖すぎて、私ちょっと、全然今日頭回んない気がしますね。はい、グーイージを任せてください。で、なんか次は？実はこのベースラボのセンサーが奇妙な建物の存在を感知してな。調べてみたところ、このホテルのすぐ近くにおどろおどろしいタワーがあることが分かったんじゃ。ルイージ君、仲間探しに必死なのはわかるが、たまには気分転換にタワーに行ってみてはどうじゃ。何ですか、それ。ハワイはベースラボからいつでもアクセスできるようにしておいたからの。マルチプレイのテラタワーを選べば挑戦ができるぞ、よろしくの。そうそう、気分転換といえばもう一つ、プレイランドで息抜きするのもおすすめじゃぞ。友達とミニゲームで対戦することができるぞい。最大8人まで参加できるからの、フェフェフェ。さて、何の話をしておったかの。そうじゃ、新しいフロアへ行けるんじゃったな。よし、では早速エレベーターに乗り込んで、お次は3階へと向かうんじゃ。なになに？どうしようかな。ちょっと、タイトル画面戻っちゃダメでしょ？ホテルを探索かな？どこ行けって言われたんだっけ？全然もう上の空なんだよな、今日。
本当に上の空すぎて、めっちゃ口も乾いてるし、水飲みますね。ああ。じゃあ、なんか上とかだった気がしますね。全然ね、なんか前回もやったんですけど、そんな怖いとこなかったですね。前回どこ行ったんだっけ？なんか5回行った気がするな。ちょっと見てくればよかった。失敗した動画。なんか3回じゃないかなっていう気がしてもならないんで、ちょっと3回行きますね。でけ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 ってこと。すごい。この体の傾き方とかもリアル。おい。いや、このエレベーターのこの3階に行くまでの時間、なんとかならないですか？おーおーおー、いい。あ、やっぱり新しいとこっぽい。なになに？あー、フロアマップとかいう意味のないやつだ。何も私にとっては何の意味もないやつだ。ダッシュとかなかったんでしたっけ？ないか。おい、ありがとうございます。え？本据えた。なんかもう全部入ろっか。うん、そんなね。大丈夫、大丈夫。あれ、なんか入ってる。え、開きそうなんだけど。何？あ、これか。ん？こうして、多分、こうして、こうじゃない？お、鍵見つけた。え、もう見つけたんだけど。え、めっちゃ容量いいじゃん。え、ちょっと待って。あ、ちょ、どこ狙っとんねん。こうしてこう。なにこいつ。え、お化け？なんじゃそりゃ。え、なんかあるな。ここもなんかできそうだな。なにこれは。これは何？もしかしてグーイージとか。あ、ちょっと邪魔だったわ。なんかそんな気がしたんだよな。しかもなんか、え、行ったところで何なの？ん？これで水止まったとかそういうことではなく、そういうことではないのか。待って、じゃあ私がこっちに行って、あ、でも鍵見つけたんだからさ。あ、でも入れないってなってる。ちょっと待って。こっち側かな、もしかして。いけないじゃん。いけないんですよ。あ、これか？あ、なるほどね。そういうことか。え、グーイージ戻しちゃっていい？もしかして。あ、あ、戻ってきたわ。で、なんか、ダブルで押すことによってこうやって戻せるらしいんですよ。全然もう、やっぱなんかホラーじゃないんですね、これね。なになに？なんかデブの人いた。デブポリスマンだ。あ、じゃあ、ポリスじゃないのか。うんと、管理会社の人、あ、じゃあ、警備会社の人か。ん？何何？何何何？どういうこと？すごい外バイク乗るとうるさい。ちょっとやめてほしい。ネズちゃんやん。ネズちゃんいますやん。多分この人を、多分今回は倒すみたいな感じですよね、多分ね。一応、一回吸わなくても。んー、こっちは何？ホテルに入ってる床屋さんみたいな感じですかね。で、これは？どうなの？動くの？動かんね。なんかこの辺とか、とりあえず吸っときゃさ、
なんか吸っときゃいいっていう説あるから。あ、しかも、なんか HP 上がってた。てか、しかも前回の HP 引き継がれてるっぽいな。うん、ルイジ君見たかね、警備員のお化けがエレベーターボタンを持っておったぞい。どうやら警備室に入っていったようじゃな。すぐに奴の後を追うんじゃよ。全然エレベーターのボタン持ってたの知らなかったっすわ。ん？こっち？え？何これ？ああ。あ、ほんとだ、持ってる。何眺めてんの？何を眺めてんですか？しかも鍵普通にゲットできるじゃん。ん？なんかめっちゃ見てたけど、どうした？待てよ。なんかネズミ関係あんのか、もしかして。なんかチューチュー、チューチューチューって言ってる。なんかチューチューチューって言ってんだよな。なんか光らせまくってみようか。うわぁ、やっぱり危ねえ。え、だからと言ってってこと？え、ちょっとネズミを、なんか多分ネズミ関係あるよね、これね。ん？なんだ？ネズミの涙みたいなのゲットした。なにこれ？さすがにもうなんもない。なんかなさそう。え？鍵開け。あ。あれ、合いませんよってこと？おぉ。なんじゃそりゃ。多分この後にこれやるべきだったんだな。まあまあ、でも、どうせやるんだから。これ関係あるかな？関係ない。ってことはなんか違うところに行って、ん？なになに？ルイージ君よ、ちゃんとグイージ君を役立てておるかね。細い隙間や穴を通り抜けることができるから、せいぜい活用するんじゃぞ。あ、もしかしてここ？ここグイージ使うみたいなことっすか？ん？鍵なんか、グイージがゲットした。え、もしかして何？こういうこと？そんなわけはない。そんなわけはないんですけど、別に何もいけないよね。待って。でもなんかこの、ブーイージが鍵持ってくっていうムーブが実は重要だったりするのかもね。あ、これじゃない？普通に。なんでお前が鍵持ってくのかよくわかんないけど。どうしようかな。なんか吸ってみますね。多分どっかに、さっきのスズメの涙みたいなのが、なんかあるんでしょう。うわ、なんか、悪いことしとる。おぉ、クモいる。やぶねえや。なんだこいつ、マジで。ちょっとクモ、気持ち悪いんだよ、これ。これほんと気持ち悪い。なんか前回小学生でもできるようにって言われてたんですけど、ちょっと僕小学生の時だったら多分あの雲で泣いてますね。なんか金が消えそう。まあ、とりあえず、あ、ちょっとなんかあの、あれ、お化けではないのか。お化けじゃないけど、お化けの置物みたいな感じだったのか、さっきのトイレにあったやつ。え、なんすかこれ。え、お金ゲットするだけのイベント？そんなことある？あ、ここに刺すの？違うよって言われてる。え、全然違ったんですけど。え、ちょっと待って。こんなはずないんだよな。この中に何もないってことはな、あ、こっち行けんのかい。こっち行けんのかい。何これ、水出すみたいな。もしかしてここ全部水出してったら、あのトイレの水なくなるとかっていうパターンないっすかこれ。そんな気してきたわ。待って。こういうことですよね、多分ね。てか、シャンと開けて、ちょっと、おい。あ、ちょっと待って。あ、こうだ。
ちょっと待って。あ、ちゃんと覚えてる。すごいね。待って。うるさいよ。どうせ死ぬんだからやめなさい。で、こうやって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 。ちょっと、吸いたい、吸いたい。若干吸いたい。待って。なんだろう。あ、お金たくさんくれるやつこれ。違うか。なんか前回あ、ちょっと待って。なんか、吸いにくい、吸いにくい、吸いにくい。ちょっと、なんかこいつ吸いにくいんだけど。逃げ方腹立つ。なになになに。あ、やっぱりそうだ。前回じゃないや。ゲームキューブ版もあったんですよ。なんか、お金をたくさんくれるお化けみたいな。なんかいたわ。なんかいたわ。絶対なんかいたんだけど。絶対なんかいたけど。いやー、なんなんですか。待って、これ、ピタでしょ。あ、絶対そうだ。チュ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 言ってるもん。もうチュチュにやられる可能性あるな、これな。ちょっと、だからさ、リバースできないから難しいんだよ。なんか、しかもなんか、うまく いってないし。ん？違うな。X 押してって言ってる。ん？これ、そもそも何ですか？おー、ありがとう。これそもそもなんだ？関係ない？もしかして。なんか関係なさそうな気がする。あ、これなんだっけ？関係ねえ。関係ねえ、マジで。何ら関係ねえ。なんなんだ？じゃああそこ関係ないんだ。マジかよ。そんなことあるか。ん？なんだ？鍵キラキラ見てた今。ん？なんか鍵めっちゃ見てる。なんであれ鍵あんな見てんだろう。こっちかな？もしかして。あ、なんかそんな気してきた。でもここなんか入りそうだし。あ、いた。俺か。あ、鍵で鍵探すみたいな感じか。これ、グーイージは驚かないっていう設定なんですかね。いや、何してんの？何してんの？何ぼーっとしてんの、こいつ。最悪だ。うん。いや、しかも3体もいるよ。3体もいるよ。あ、しかも逃げられちゃった一体。ダブルキルしたかったね。ちょちょ。よし、オッケー。オッケー。よし。オッケー、オッケー。いい感じ、いい感じ。いや、やっぱりなんか、ぶつけちゃうっていうのも結構早くキルできていいな。ね、お化けをお化けにぶつけてった方が。いいってことだけは分かったよっていう。なんかこの辺もさ、なんかこういうのでもしかしてガラス破壊とかできちゃったりしないですかね。全然関係ねえじゃん。全然関係ないのかも。全然関係なかった。ダメ、いいわ。とりあえず OK で、さっきのスズメの涙みたいなのなんだったんだあれ。ねえねえ、なんかゲットしたんだよ。ゲットしたんだよ。よし。とりあえずこれで、いけんのかっていうとこですよね。どれ？あ、ちょっと待って、X。ちゃうわ。あ、なるほど。あ、なんだ、あれか。さっき開けれなかったところか。なんか、俺が悪かったです、これは。よし、行こう行こう。ちゃちゃっと終わらしちゃおうぜ。多分これでしょう。あ、違うな。スペードになってるな。これハートじゃない？ちげえ。なんなんだよ。じゃあさ、どうしよう。ちょっとルイージちゃん。なんか、
いちいちゲットしたのやつやんなくていいですよ。大丈夫ですよ。たら、降りて、どうしましょう。ん？あ、ここか。なんだ、ここだね、多分ね。めちゃめんどいね。うんうん。OK です。で、スペードが出たってことは、これこそ上じゃないか。いや、まあ、ただった。そうか。そうだよね。そりゃそうだ。そりゃそうなんですよ。え、なんだこれ。ここからしてねのマークあるわ。おう！隠し扉。あ、何それ？そういうのもあるの？え、でもなんか。ああ。え、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるじゃん。え、めっちゃいるんだけど。何これ。え、しかも弱っ。え、弱っ。弱っ。弱すぎ。え、弱すぎなんだけど。待って。はい。なるほどね。ちっちゃいやつは弱いんだ。とりあえず、これ一応お金取っといた方がいいっすよね。せっかく見つけたんだから。なんかここにもあるわ。なんかちょっと遠巻きで見づらい。遠巻きで見づらいけど、まあまあまあ、いいか。あ、なに。あ、ハンガーかな、なんか。わかんないけど。うい、ありがとうございます。よしたら出て、戻して、よいしょ。一回、あ、じゃあ、一回戻しましょうか。で、てれってでっと。よし、行きますか。したら、上だね。んで、こっからもう一回入り直すんだよね、多分ね。で、これがスペードだから、いや、なんなのよ。雑魚お化けこれ。ちげえわ。なにそれ。どういうシステムなのそれ。なんだよ、それはよ。え、ちょっとなんか、ルイージー、なんか違ったわ、なんか。とりあえず、じゃあ、なんか違う方向？うん。さっき現れた呪い玉じゃな。呪い玉にはダークライトじゃよ。怪しい場所に向かってダークライトを当てて呪い玉を暴き出したら吸い込んでしまえ。怪しい場所？え、どっかにあるってこと？え、地図とかで見ても。え、そんな遠くは行ってないかな？なんか怪しい場所あるかな？ダークライトでしょ？なんだっけ？両方押すやつだよね。あ、違う。どうだっけ？ダークライトの出し方。あ、やっぱ、漁師だな。多分、どっかにあるんだろうね。これとか。いやいや、それは分かってんだけども。え？これか？もしかして。怪しいもんね、確かに。こうか。あ、違う。え、ちょっと待って。ダークライトの出し方があんま分かんない。違うんですけど。え、もしかして。あ、こっち？こういうことかな？違う。あ、全然出てきたわ。なんだ、全然出てきたわ。なんだ、全然出てきたし、全然簡単だった。何？ちょっとさ、難しいんだからさ、やめてよ。このスティック操作だけ、ちょっと、俺無理なんだから。おい、ちょい。いや、怒られちゃったよ。わかってんだよ。わかった上でミスったんだよ、今。え、ちょっと、オッケー。もう、時間かかるよ。
ちょっとクローバーなんだけど。まだクローバーなんだけど。ん？なになに？なんかメガネかけてる。なにこいつ？あ、あ、なにこれ？メガネのおかげで眩しくないですよっていうことを言ってるんだ。どうしたらいいんだろう、これ。待てよ、後ろから回り込めばいける？あ、そういうことか。え、で、なんでよ？え、殴りかかってきた瞬間とかじゃないの？こういうことじゃないの？で、後ろから行け、何こいつ、むずいんだけど。早く殴りに来いよ。うん、ストロボが効かんの。じゃあ、まずはどうにかしてサングラスを外す。あ、なんだ、吸うだけかい？なんだよ。もうちょっと早く教えてくれ。ういっ、ういっ、ういっ、オッケー。え、なんか、ミニマムたちがいた。おいっす。全然なんか、これさえ取れちゃえば楽勝だね。オッケーオッケー。え？え？なんかもう一個ぐらいあった？あれ、あとどこ？鍵入れるところ。ちょっと待ってよ。で、戻して、もしかしてそっち？もう。でも、これスターっぽいよね。やっぱちげえ。え、あと他になんかいけるとこあった？よいしょ、危ねえ。あーた？え？なんか動き出したんだけど。なんか関係ありそうじゃないこれ。なんか関係ありそう。あ、この中にあるよ式じゃないこれ。あったところで何なんですか？え、こっちから入れる？ちょっと待てよ。グーイージくん。こっち側がこうはいけて、ちょっと待って。あ、じゃあ、これ鏡っぽいな。もしかしてだけど、ここ、実は、こういうことじゃないね。こういうことでもないね。鏡になってるね。いけないですね。なんかここ怪しいな。こっち？違うよね。なんだろうな。わかんねえな。あそこのピカはやったし。やっぱあっちになんとかして入るしかないっぽいな。ルイージにも来てもらおう。ん？ジャイロ操作をするとノズルを上下に動かせるゾイは知ってんだけど、あ、こっちの方が楽かもな、ジャイロの方が。あ、わかった、これ両方ともやるわけか。なるほどね。難しいっすよこれ。こういうことでしょ。で、シャッター上がんだ。え？なんでですか？思ったよりも、なんか、全然いきませんね。待って。あー、ちょっと難しいんだってば。あ、いったいったいった。なんか、位置が悪かったのか。オッケー、ナイス。よし。あ、しかもこれもグーイージだ。わかりました。
ん、なんかいたな。これこそこういうことかな。違うね。ちょっと待ってよ。とりあえず吸っとけば、とりあえず吸っときゃなんとかなるだろう。レジスターはなんかなさそうだな。なんだろうな。とりあえず椅子があった。ガタガタは言ってるが、あ、ちょっと待ってよ。なんだ、取り始めた。あ、ダメージ地味に受けてた、もしかして。なんか虫がめっちゃいる。なんだこれ。なんかリアクションないから、なんかやられててもわかんないな。地味に雲にやられてたってことかな。わかんないのですが、どっちだこれ。出しといた方がいいのかな。出てんのかどうかもわかんないんだよな。ちょっと待てよ。いや、わかんねえぞ。なんかここに貼れそうな気がしたんだけど。え、何すんのか教えてくんないっすか。あ、なんか、ハサミが動いてんな。ハサミ吸っとく？あ、もしかしてこういうこと？違うかな？なんか回すことによって、なんかお化けみたいなやつが目を回すとかそういうことではない。違うんだよな。なんだ今の。あ、なんか合ってるっぽい。あ、全然合ってた。何をもって、え、ちょっと待って、吸えないんですって。ちょっと吸えないんですって。 OK。 なんか合ってたんだけど、よくわかんねえけど。え、合ってないのかな。いや、合ってないかもしんない。合ってなかったかもしんない。水のとこ行ってみっか。やばい。配信の時間まで近づいてきちゃった。こう行って、こう行って。ちょっと行ってみますね。なくなってないね。関係なかったです。え、ちょっと待って、わかんないっす。ちょっと待てよ。どういうことだ。いや、でも、絶対あそこなんだよな。あそこじゃないはずがないもん。絶対ここなんだよ。お？やっぱなんか、こういうことかな。違うんだよな。あ、両方まとめて吸ったらいいのかな、もしかして。やっぱそうだ。なんだ。言ってよ、したら。よし、OK。やばいやばい。あ、難しい。ちょっと。逃げないでよー。オッケーオッケー。一緒にキルしたいんだけどな。よし、オッケー。当たった。当たった。
よしよしよし。あ、ちょっといけそう。あー、ダメだった。マジかよー。とりあえず片方 OK。 あ、片方で OK なのか。え、だから何？だからなんだ？なんだこれ。おう。あ、じゃない。もしかしてここか？なんかここ怪しい。あ、そういうことね。なんですか、それは。わかりにくいですよ。なんだ。え、なんで鍵持ってなかった？え、鍵持ってたでしょ？あれ？あれ、鍵持ってなかったっけ？あれ、鍵持ってなかったっけ？あれ、わかんなくなっちゃった。え、ちょっとですね、時間がちょっとなくなってきちゃったので、これ続き後でプレイしまーす。はい、戻ってきました。ちょっと動画見直してきたんですけど、いや、ちょっとね、私なんかボンミスしてまして、あのね、僕、ここで、鍵をなくしてました。ちょっと謎なことしちゃってました。すいません。これこれ。待ってよ。マジでオートセーブでよかったな。よし、オッケー。ちょっと待てよ。これか。そうそう、ここにですね、私、グイージ君を置いたまま、なんか、ルイージのこの、元に戻すやつみたいなのやっちゃったみたいで、やってもうてましたわ。よし、これでもういけるでしょう。いやー、ホラー配信の後ちょっともう一回撮り直してるので、もう気が楽っすね、これね。あとですね、ちょっとなんか前回じゃない、前半パートを撮ってるとき、なんか私ですね、なんかマイク設定がなんかミスっちゃってたみたいで、若干ですね、音が途切れてる部分あるかもしれないです。すいませんというとこです。なんか、あの、大元のマイクの音量が結構ですね、なんか、低くなっちゃってる時があって、あれ、どういう現象なのかちょっとわかんないんですけど、あ、スターだ。これでいけるわ。これで間違いなくいけるわ。ウィーン。よし。あ、ちょ。何？え？どういうことだろう？こっから先はグイージでは行ってはいけませんみたいな、そういうことですか？あ、出せるもんね。うん。ん？なんだこれ。あ、もう戻れませんってこと？え、ちょっと待って。え？何この演出？あ、登れなくなったっていうことですか？うん。何このバッタンキングみたいなやつ。え、突然なんか中ボスみたいなの始まった。え？あ、吸えねえ。吸えねえから？あ、でもなんか、ちょっと待てよ。HP は減ってるな。なんだろう。吸おうとすることによって一応減ってはいくみたいな感じなのか。あ、どっすんだ。あったんじゃねえ。どっすんだ。そして結構ダメージでかい。なにこれ？よし、ちょっとここ。
あんまり。あー、あ、やばい。ドスンでもあり、バッタンでもある。やばい。なんだこれ。ちょっと待って。光らせ、光らせ、光らせ、違うな。あ、ちょっとこういうこと？光らせて吸ってみたいな。不毛じゃないこれ。これめっちゃ不毛じゃない？え、これ倍速不可避じゃない？ちょっと待って、これ。何これ？ん？大きな、あ、そういうこと。大きなお化けを吸い込むにはコツがいるぞい。後ろに回り込むのじゃ。あ、ちょっとその前に俺死にますよ。マジで。ちょっと後ろに回り込むって、ちょっと早めに言ってくれさいね。よいしょ。なんだ、もうずっと、あの不毛な戦いしなきゃいけないかと思ったわ。よし。すげえ、なんか、マッチョポーズしてた。なんか分かっちゃったら楽じゃん。倍速の必要なかったわ。あほーじゃないんだよ。あ、お金落ちてる。いっちゃおう。いいんだよね、ここで。合ってるはず。ちょっと待って、X。ああ？うん。お、来た来た来た。よし、こいつ倒そう。え、なんか思ったより怯えてる。なんだろう、サングラスがないと怯えちゃうタイプみたいなことですか。あ、すげえ。え、なに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 。お、すげえ。水鉄砲か。あ、なんだこれ、もしかしてグーイーズが、グーイージで行かなきゃいけないんだけれども、水鉄砲持ってるからグーイージが一発でやられちゃいますよ、的な感じかな、もしかしたら。うん、多分、こう行かないといけないね。そうだね。やっぱりそういうことだ。こういう時どうするって言ってたっけ？ストロボじゃダメなんで、そうだ。サングラスを吸い込みましょうっていう話だ。危ねえ！こうだ。こういうことだ。さすが。何がさすがかわからんけど。よしよしよし。もうパターン分かっちゃえば楽勝でしょ。こういうことね。こうやって鼻メガネを吸い込みの、んでもって、ピッカリーの、そしてグイジちょっと死にそうだから、そのハートをしっかり取っておきたい。あ、ちょっと取っておきたい。取れた。あ、取れたんじゃない。あれ？グイジって25しか HP ないのか、もしかして。そっか、ルイージの方に HP が行くんだ。よいしょ。えい。OK。はい、倒しました。はい、さよなら。すごいな、グイージの方もこんなに、ボス倒すってことあるんだ。ありがとう。はい、じゃあエレベーターの、ゲットですね、これ。すげえ、グーイージ側がゲットすんだ。うん？なんでルイージ起きた？一回。なんかいろいろ吸った方がいい気はするんだけれども。え、なになに？あ、バナナで滑るとかっていう、そういうギミックあるんだ。今後出るかもね。はい、あ、はい。戻りにけり。なんか、いろいろありそう。なんか、これとか、こうしといたら、なんか、いくない？あ、金塊あるだけか。あ、でも、お金もすごいあった。これ何に使うんだろうな、金。まあ、いいや。ほんと、ちょっと待って。出口あった。あ、ちょっと待って。ストロボ焚いちゃったよ。んで、エレベーター戻るのかな。これでまあストーリー進むですよね、多分ね。あ、じゃあ逆子供の頃よくやったけど。ほいほい。
こっちだっけ？合ってたー。オッケーオッケーオッケー。で、私は差し込みますよと。で、なんか小山とかに呼ばれんじゃないの？おお。うん。あ、やっぱり。ルイジ君、これでロビーの2階フロアにも直接エレベーターで行けるようになったぞい。せっかくじゃから2階の様子をもう一度見に行ってみてはどうかね。おー。じゃあ、これ2階に行ったら多分オートセーブされると思うんで、そこで終わりにしようかな。あ、もうセーブされたわ。じゃあですね、この辺で本日の、動画は終了という形とか、本日の動画は終了という形にさせていただきまして、また次回という形にしたいと思います。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイバーイ。